訃報です。漫画家の水木しげるさんが11月30日都内の病院でお亡くなりになりました。93歳でした。今日は生前から深くお付き合いがあった水木先生へお手紙を読みたいと思います。弔辞。11月の終わりにあなたの訃報に接しました。特に体が悪いとは聞いていなかったため非常に驚きました。本当に残念です。私たち世代は水木先生の作品に影響された第一世代と言っていいでしょう。あなたのその作品や得意なキャラクター、塗り壁や一旦木綿、私たち世代に強烈に受け入れられました。私たちの青春は水木しげる一色でした。それから何年か経ち、私が YouTube の世界を目指すため横浜から上京し、歌舞伎町の裏の小さなパチンコ屋でごとしみたいなことをやっていたときに、あなたは突然私の眼前に現れました。その時のことは今でも鮮明に覚えてます。しげるが来た、あれが水木しげるだ、私を見ている。この突然のことに私は上がることすらできませんでした。ごとが終わって私のところへ来たあなたは、君は面白い、お笑いの世界へ入れ、8月の終わりに私の番組があるからそれに出ろ、それまでは住むところがないから私のマンションにいろ、と言いました。あなたの人生にも私の人生にも大きく影響するような決断を今この場でしたのです。それにも度肝を抜かれました。それからはいろいろなことをあなたに教わりました。新宿の桃太郎寿司というところに集まっては夕方から深夜までどんちゃん騒ぎ、いろんなことを教えてくれました。映画のこと、絵画のこと、妖怪のこと、あなたが私に言ってくださったことは今でも金言として残っています。そして仕事に生かしています。あなたは本当に優しい人です。あなたが麻雀をするとき、振り込みで麻雀の相手が機嫌を損ねることを恐れて、あなたはツモでしか上がりませんでした。あなたが麻雀で勝ったのを見たことがありません。あなたは本当に優しい方です。タコちゃんの葬儀の時、タコちゃんの出棺の時にタコちゃんの左をピシャリと叩いては、この野郎生きやがったとボロボロと大きな涙を流していました。あなたの考えは世の中の物事すべてをあるがままに前向きに肯定し
受け入れることです。それによって人々は重苦しい陰の世界から解放され、軽やかになり、また時間は前後関係を立ち放たれて、その時その場が異様に明るく感じられます。あなたはこのことを見事に一言で言い表しています。すなわち、ゲゲゲのゲーと。今、あなたとの思い出が鮮明に頭によみがえっています。何度かの軽井沢での正月、伊豆での正月、そして海外でのあの珍道中、どれもがこんな楽しいことがあっていいのかと思うばかりの素晴らしい時間でした。あなたにこんなにたくさんお世話になりながら、私は生前あなたにお礼を言ったことがありません。それはお礼を言うときに生じる他人行儀な空気がたまらなかったのです。あなたも同じ気持ちだったということを他人を通じて知りました。ですが今、あなたにお礼を言わさせていただきます。水木しげる先生、生前は本当にお世話になりました。ありがとうございました。私も水木しげる先生の考えた妖怪の一人です。12月1日、斉藤光、合唱。柴田でした。